はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やっていきましょうということになるんですが、1249年ということで引き付け集ということになります。はい、引き付け集、どういうことを扱ってますかっていうと、訴訟を扱ってます。まあ簡単に言うと民事訴訟ですね。つまり要するに国民と国民の間で訴訟が起こってるやつっていうのは、結構土地の境界線ですね、土地の境界線による訴訟っていうのがすっごい多くなってきたっていう状態になっちゃうんで、まあそれで要するに暴力を要するに使って、どうこうするっていうわけにはいかないので、まあ訴訟によってまあ解決しましょうねというふうにまあ作られたのが1249年のまあ引き付け集ということで、訴訟を行うということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。